皆さん、こんにちは。今や大物俳優としてドラマや映画の撮影現場ではビッグ待遇を受けている西田敏行さん。重厚な殿様や経営者の役からコミカルな役柄まで、長年培ってきた技術を生かしてどんなタイプの役もこなすことができる素晴らしい役者です。ですが最近、西田敏行さんには激痩せによる病気が心配されています。また西田敏行さんには骨折にまつわる妙な噂も出ているようです。今回は西田敏行さんにまつわる様々な噂の真相に迫ってみたいと思います。絶好調の西田敏行さんを襲った病気とは一体何だったのでしょうか。西田敏行さんといえば、お国なまりのズーズー弁を常用するいい人キャラの役者として有名です。業界人としては日本俳優連合の理事長職、日本アカデミー賞の組織委員会副会長の職などにもついており、まさに重鎮という存在と言っても良いでしょう。1966年から演劇塾に通い始め、お茶の間で認知されるようになったのは堺正章さん主演の西遊記で井の八海の役に当たってからです。その後、代表作となる池中玄太80キロで不動の地位を築くことになります。また挿入歌のもしもピアノが弾けたならで歌手としても認められ、その後は MC をはじめ様々な役をこなしていたのはご存知の通りでしょう。そんな西田敏行さんでしたが、異変が起きたのは2001年11月のことでした。まさに多忙を極めていた時期に首の骨が変形するという事態に見舞われたといいます。神経が圧迫される病気、頚椎性脊髄症にかかって手術を受けることになります。そして今までの無理がたたったのか、2年後の2003年には別の病に侵されることになります。皮肉にもひな祭りの日に心筋梗塞に襲われました。本来であれば生命に関わる重い病気ですが、運よく月中には退院することができたそうです。それからは嗜好品などを止めて節制生活に入りますが、まるで追い打ちをかけるかのように2016年にはベッドから落ちて頚椎亜脱臼を発症してしまいました。ここから病気は深刻化を増していくことになります。そもそも65歳を過ぎてベッドから転落する、ましてや首を亜脱臼するということにありえないと感じる人が多い中、腰の骨を首に移植する手術でしばらく休業することになりました。ところが思いのほか術後の経過が悪く、今度は胆のうの摘出手術も受けることになります。術後の激痩せした姿には周囲も驚きを隠せなかったようです。つまり悪い寝相が原因でベッドから落ちたことを皮切りに腰の骨を手術しました。さらに胆のうを摘出した結果、激痩せした姿になったのです。そんな不幸が重なってしまい、結果西田敏行さんの激痩せぶりを見た人たちからはもっと重い病気にかかっているのではないかとの心配の声も上がるようになりました。さらにこれで終わらず、出演予定の人気ドラマドクター X のクランクインの際も入院していた経緯が不可解に思われ、異なる噂がささやかれる事態となりました。病気の悪化とは違う別の理由があったとの噂が流れることになります。最初に出たのは薬物疑惑でした。当時は多くの芸能人が薬物疑惑の渦中におり、全く関係のない人まで巻き込まれていた時期でした。それだけに痕跡を消すために病院に入院している、病気は真っ赤な嘘と疑われた人もいたほどです。おそらくことがことだけにマークも厳しかったのでしょう。西田敏行さんの激痩せぶりを見た時、もしかしたらと誰しもが思ったに違いありません。もちろん所属事務所は素早い行動で疑惑否定のコメントを発表しています。当時の報道を振り返ってみたいと思います。主にインターネット上で都市伝説のように覚醒剤中毒疑惑がささやかれていた大物俳優西田敏行さんが疑惑を完全否定しました。これまでシャブ中だと噂された芸能人は多いですが、スルーするのが普通で、わざわざ自ら口を開いて否定するのは異例中の異例でした。なぜそうせざるを得なかったのでしょうか。報道陣が逮捕を見越して水面下で動くなど、西田敏行さんもさすがに看過できない状態になっていたからです。テレビ朝日の人気ドラマドクター X 外科医大門未知子制作発表会見でのことでした。米倉涼子さん演じる大門未知子と対立する院長役の西田敏行さんはネットでしゃぶ
隠しのために入院したと書かれた。この場で言わせていただきます、私はシャブ中じゃありませんと誰に聞かれたわけでもないのに開口一番疑惑を否定しました。西田敏行さんは近年頸椎の亜脱臼や胆嚢炎などで入院手術を受けていました。当時68歳という体にガタが来てもおかしくない年齢にもかかわらず入院シャブ抜きという噂がネット上を駆け巡っていました。そもそもの発端は有刊誌が大物俳優のシャブ中疑惑を報じたことです。記事では匿名でしたが、ネット上では経歴などからすぐに西田敏行さんと断定されたのです。それからあらゆるところで西田敏行さんはシャブ中だとまるで事実のように書き込まれました。ネット上で大騒ぎになったのは西田敏行さんサイドも知ってはいましたが無視していたと言います。だが時間が経って解決するどころか状況はますます悪化の一途をたどっていました。テレビ局も西田敏行さん逮捕の X デーを見越して動いていたという話です。いつその日が来てもいいように張り込んで西田敏行さんの姿をこっそり撮っていたというのです。テレビ局は決してネット上の噂だけでは動かないので一時マスコミ業界は騒然となりました。テレビ局や一般紙の大手マスコミは日常的に捜査当局を取材しており、そこがわざわざ動くということは多くのメディアが間違いなくいよいよ逮捕が近いと受け取るでしょう。元プロ野球選手清原和博さんが覚醒剤で逮捕される数ヶ月前にも多くのメディアが自宅マンション前に張り込み清原和博さんの姿を撮って逮捕の日に備えていました。水面下でこのようなことが起きていたため、さすがの西田敏行さんも自分の口でシャブ中疑惑を否定して潔白を訴えるという行動に出たのでしょう。ただ当時薬物捜査に詳しい関係者は少なくとも近いうちに逮捕ということはないと断言していました。大御所俳優西田敏行さんに突如として降って湧いたシャブ中毒疑惑、ただの都市伝説と無視できない状況となったため本人自ら否定に及ばざるを得なかったとしています。西田敏行さんにとっては何とも迷惑千万な話だと言えるでしょう。しかし問題はその後でした。なんと薬物疑惑以上に最悪な黒い噂がささやかれ始めたのです。2016年8月、事務所から西田敏行を誹謗中傷する噂が加熱していることに憂慮し法的責任を求めるといった厳しいコメントが出されています。そんな事務所からの発表によって単なる噂が既成事実かのようになってしまいました。事務所が黒い噂をもみ消しているといったコメントが出て逆効果となったようです。業界の重鎮であり代表作となる作品を連発している役者であってもないことを証明する悪魔の証明はできません。しっかり否定していることもあり薬についての疑惑は静まっていきます。しかし今度は海外での女性関係までもが噂されるようになります。そしてその内容がまさに常軌を逸したものだったのです。噂の内容は次のような内容でした。何でも少女と共に過ごし彼女たちの腕や足を折らせてほしいと頭を下げて頼み込むというある種異様すぎる性癖疑惑が流れたのです。もちろん骨折した被害者との裏付けはなく事実無根です。しかし手や足を骨折させるといったショッキングな情報は瞬く間に駆け巡ることになりました。しかし噂だけが一人歩きをしていく中で当の本人は激痩せ状態で姿を見せませんでした。こうなれば週刊誌も含めてネット上で騒ぎになることは避けられないでしょう。そんな状況を見かねてかようやく騒動を打ち消したのは西田敏行さん本人でした。前述した通り西田敏行さんは復帰したドクター X の発表会の挨拶で薬とは全くもって無縁だと明確に否定しました。これで沈静化し激痩せに薬骨折疑惑は一切関係ないということで表向きは納得されたようです。あえて制作発表の場で挨拶として否定するという事態はよほどのことだったのでしょう。悪説や黒い噂はこの挨拶をもって消滅することになりますが芸能界はたとえ大物といえど忖度してもらえることはないようです。しかし後になってこの噂を裏付けする人物が現れるようになります。
暴露系 YouTuber の東谷義和さんその人です。通称ガーシーと呼ばれ、自身のプラットフォームであまたの芸能人の裏を暴いてきたとされる人物です。ガーシーのオンラインサロンガシルの VS5 の風俗嬢5人の対談でそれは暴露されました。一人の東京で働いている風俗嬢が、以前 SM 店で働いている時にお客さんとして西田敏行さんが来店していたというのです。そして300万円で腕を折らしてくれと言われて、本当に折らせてしたことを暴露しました。西田敏行さんは実際にポキッと手首の近くを折って、女性が痛がっているのを見て興奮していたらしいというのです。風俗業界では俳優の西田敏行さんには異常な性癖の噂が絶えないと言います。あちこちのサイトで俳優 N と記されていますが、骨折マニアとくればおそらく西田敏行さんだろうと言います。西田敏行さんは究極のサディストらしいので、一部の SM クラブでは出禁になっているらしいです。サディストといえば暴力プレイ好きのある俳優も有名だと言いますが、その人でさえ西田敏行さんの異常な性癖には及ばないとされています。西田敏行さんはサディストだけにソープ状の乳首を噛み切ったり、前述の通り100万円で指を折らせてくれとソープ状に懇願したりすると言います。大半のソープ状は断るそうですが、中には応じる女性もいるらしいというのです。いかがだったでしょうか。今回は西田敏行さんにまつわる様々な噂の真相に迫ってみました。有名人とはいえ、ここまで黒い噂が囁かれるとなると、真実でなかった場合対処するのがとてつもなく困難であることがわかります。火のないところに煙は立たないと言いますが、ここまでらしいという確証のない情報だけだと信じるか信じないかはあなた次第というより他にありません。西田敏行さんのこれまでの偉業を考えれば信じたくないというのが本心でしょうし、信じるに値しないと考える人がほとんどでしょう。しかし一部には都市伝説を本当のこととして捉える人もいます。西田敏行さんにはこの噂を凌駕するほどの活躍を今後も見せていってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。